印象に残ってる夜遊びを教えてください。印象に残ってる YOASOBI は、そのエメラルドでパーティーしてて、まあ、ダッポーハーブが流行った時だったんですけど、でもダッポーハーブの多分末期の時で、結構もう症状が悪く出ちゃうような、結構強いやつだったんですね。で、それを知らずに、数年ぶりにダッポーハーブ買ってみようよってなって、買って吸って、クラブ行って、で、エメラルドの DJ のタッシュってやつがいるんですけど、こいつが DJ してたんで、エメラルドのみんな5、6人で再度つこうってなって、再度ついたんですけど、誰も一言も喋んなくて。もう、誰も喋んないですよ。マイク持ったまま。それが夜遊びで最高の思い出かっていう。で、そこからもうダッパーをやめました。